こんにちは、ブブインチャンネルのしのです。あたしです。はい、本日は皆様にご報告がございます。この度私、しのインスタの個人アカウントを持つことにしました。イエーイ。はい、私の個人アカウントを作ることにしたんですけど、今ハビバインチャンネルで一つインスタグラムを持っていて、あともう一つハビバニママのインスタグラムがあって、そこで私はハビバインチャンネルの方でいろいろと投稿していたんですが、キューガルの読者モデルになって、私の個人でいろいろなね、このこんな感じの洋服みたいなのものを発信していきたくて、シノ専用のインスタグラムを作りました。もちろんハビバインチャンネルではこれからも私とサユで一緒に投稿していくんですけど、個人のインスタということで、ファッション系とかメイク系とかヘアアレンジ系とかもどんどん発信していけたらいいなと思ってます。こちら私の新しいインスタグラムのアカウントです。ここでは私だけが発信するのではなく、コメントでこうしたらいいよとか、こうすればいいよっていうアドバイスを待ってます。みんなで作っていけるインスタにしたいなと思って作りました。なので小学生でもおしゃれを楽しみたい、メイクを楽しみたい、そんなしのを応援していただけたら嬉しいです。もちろんママが管理してくれてるので、勝手に私だけで投稿することはできなく、きちんとママがチェックしてもらってから投稿させていただいてます。もしこの動画を見ている方で、自分にチャンネルをフォローしたんだけど、しののアカウントをまだフォローしていない方、ぜひフォローの方をお願いします。もちろんストーリーもこんなに上げていこうと思っているし、投稿の方もちょっとおしゃれ系とかを上げていけたらいいなって思ってます。でも、まあ、ちょっと面白系は私 YouTuber なので、ハビバニチャンネルの方でも上げていくので、ぜひそちらも両方とも見ていただけたら嬉しいです。で、個人アカウントの方では、私読者モデルって言ったんですけど、キューガルの読者モデルで、モデルさんと一緒に写真撮ったオフショットもちょっとずつ撮れたら上げていきたいなって思ってます。なのでぜひぜひ私のインスタのフォローもお願いします、というお願いのご報告でした。 TikTok の方も個人で上げているんですが、シャドーバンされていて、おすすめには一切載りません。フォローしてくれてる方のおすすめも出てこないという状態なので、ぜひ皆さんフォローをしていただけたら嬉しいです。そして、あれ、趣味じゃないしてるかなって思うと検索してくれたら超嬉しいです。以上、今日はインスタグラムのご報告でした。フォローお待ちしていただきまーす。フォローお待ちしてまーす。